はじめに中野の方の射撃を奉納します。よろしくお願いします。
林はですね、須磨踊り道中林ということで、これは西古川町から長崎郡地の出し物として明治以降に伝わったと言われております。続きまして、中尾獅子部流で獅子が出てきます。よろしくお願いします。
とうございました。中野の皆さんでした。ありがとうございました。皆さんいかがでしょうか。柿戸の太鼓はこれは熊本城にあった太鼓を柿戸の人がもらい受けてきたと言い伝えがあります。いつどこで誰がということは分かりません。多分に明治になってから藩から県になった時に全国の城は取り壊しになったと聞いております。多分その時に仕入れたんじゃないかと思います。丸い太鼓じゃないですね、楕円形の太鼓、初めてのです。こういう太鼓は非常に珍しいそうです。それでは